世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎です。でも今日は昆布でなく山椒の実のお客様の声を紹介します。美味しくいただきました。山椒の刺激が強く少量でご飯のおかずになります。私は甘い食べていると口がしびれてくるように感じました。刺激があって一度二度は食べられません。子供の頃に食べたお醤油で煮込んだ山椒の実だけの佃煮、それとはちょっと違うんですが、口に入れて歯で一つ一つ噛むと舌がしびれてくる感じ、ほんのちょっとした渋さと辛さを感じて、だけどとっても美味しいです。